試合あったんですよね今日。そう、今日ハレオカップっていう大会に誘ってもらって、はい、それに出て、はい、一戦メインでカード組んでもらったんで。あ、メインなの？そう、メインですよね。なんかインスタで。そうそうそう、はい、で僕ともう一人ライジンファイターの新龍選手っていう、はい、僕とその人がメインのカード、はい、別々ですけど2カードあって組んでもらって、はいはい、その試合のために仙台来て、はいはい、でそしたら鈴木くんが仙台だってことで。いや、本当たまたまっすよ。たま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 、はい、知らなかったの。もともと俺仙台育ちの、うんうん、逆か、仙台生まれの仙台仙台生まれの仙台育ちなんですけど、うんうん、ね、なんかニケ君が来てくれるっていうか、まあ、ニケが試合で来るっていうことなんで、ね、まあ、せっかくだったらあのコラボしようってことで。そう、はい、そもそもその鈴木君が、TikTok かなんかの誰かが、ね、コメントしてたの、あの仙台ですよねみたいな。ああです、あ、仙台なのと思ってあのコンタクト取ったじゃん、 DM 送ったしやん。 DM 来ました。そう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 、今回の、うん、その仙台の試合結果はどうだったんですか。ね、判定で負けましたね。判定で負けたんですか。判定で負けました。どういう感じの、あれ何ラウンドなんですか、何分何ラウンド。1分1ラウンドを2ラウンドやって、はいはい、で、まあ僕体力ないんで、はい、案の定それで最後の方後半やられてしまって、はいはい、そうですね、僕が一番好きじゃない判定決着っていう形で、はい、おまけに負けて、はいはい、でマイクもダダ滑りで、はいはい、負けて、マイクパフォーマンスやったんですか。もうありました、あの一応宣伝していいよって、もう自分アピールしなって言われて、あ、すごい、もうなんか誘ってくれたんでね僕を、はい、そこで逆になんかそのマイクパフォーマンスで、うん、そこの会場に俺がいて、うん、あそこにいるのを俺がってやりたかった、やりたかった、だそう、うん、だからそれ想像してたんですよ、うんうんうん、ですよね。そしたらえってそう で見てくれてた人も、はいはい、オーディションで俺を知ってくれた人もちらほらいたから、はいはい、だからなおさらいたら本当に良かったと思う。ですよね、はい、結構戦ったんですよみたいな、え、あの鈴木さんみたいな。そうそうそう、絶対なったんですよ。なったあの倒れたみたいな。それがもったいなかったな。惜しかったな、マジで。ちょっとやりたかったっす、ね、それ俺もイメージしてたんですよ、うん、それは住所送ったっしょ、俺だって、はいはいはい、場所の。だからだから俺そもそも無料だと思わなかった。そう、あのね、俺がね、ちゃんと書いてなかった、はい、うん、有料だと思ったんですよ、うんうん、で有料だったら、すみません、行けなかったっす、うんうん、あのだったんですけど、あ、無料か、みたいな。そう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 。で、あ、行けた、あ、ごめんなさい、あの、違うんですよ、あの有料で、有料だったら行かねえのかよ、みたいな。そう、違うんですよ、そういうことじゃないですよ。めっちゃ好きっすから、いやいや、まあ、言ってる、動画でも言ってる、言ってる、あ、違うんですよ、そういうことじゃないですよ。いや、もう、もちろん、もちろん、幸せにするんで。いやいや、本当に、本当に大丈夫ですか。抑えろ。大丈夫ですか。あとで明らかに。いや、豊橋ですか。皆さん、豊橋、あの愛知県の愛知県の豊橋から、はい、そういうことじゃないですか。まあ、はっきり出身はそうじゃないですか。そうだって名古屋から。仙台までも遠いのに、豊橋から名古屋までも1時間ぐらいかかるんですよね、多分。そうそうそう、大体、うん、岡崎ぐらいで俺クタクタになったんですよ、行ったことで。よしですね。第1回目と、うん、第2回目のブレイキングダウン、うん、あと第3回でしたっけ。俺が出たのは第2、はい、第3、第4第2、第3、第4、うん、ですよね。じゃあ2と3のブレイキングダウンって、うん、どうやってその選ばれるというか、その審査基準みたいな。いや本当にその1回目の時も出たい、はい、その全く同じ内容で送って落とされて、で2回目はちょっと文章を確か変えて覚えてないけどね、はい、でなんかたまたま向かっちゃって、そしたら倉本君っていう強い選手当てられて、はいはいはい、で僕も最初やっぱり力んじゃった、うん、1分しかないっていう焦りから。でも自分の試合見たらもう本当何この殴り合いと思って、うんうん、面白くなかった。で3回目もまさか受かると思ってなかった、落ちあの負けてるから、はいはいはい、そしたら受かって YouTube で見たんですけど、ああいう感じでこの人とこの人を組んだら面白いですよねみたいな感じで、そう、俺だから落ちると思ってなかったから、はい、ああじゃあ受かると思ってなかったから、はいはい、第3回って、はいはい、ワンマッチじゃなくてワンデイトーナメントだったの、はい、だから3回勝ったら優勝みたいな、はい、で井口くん人が優勝、はい、プロレスラーが、はい、
タバコですか。タバコ持ってないです。持ってないです。はい、ね、元気したの。元気はしてるんですけど持ってきてないです。すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません。どうですか、また何かあったらごめんなさい。あ、何でしょう、まあ、俺らこういう感じなんですけど、面白いですよね。まあね、まあ、第3回を1回戦負けして、はい、でまあ、第4回もあるってなったじゃん、はい、なのでオーディションの、はい、でもさ、受けちゃダメと書いてないわけで、うん、もしかしたら受かるかもしれないと思ってまた書類を送ったの、はい、そしたらオーディション出てください、はい、で来て、でオーディション受けたじゃん、で、はい、高かったじゃん、はい、まあ、だからみくるさんってそうですよね、なんかその前回出た人も出てもらいたいっすよねみたいなコメント結構あるっすよね。そうそうそう、でもやっぱりその前回さ、やっぱ勝った人が呼ばれると思って負けた人はもう用事ないと思ってた、はい、そうそうそう、だけど俺2回負けてるから、うん、なので4回目出れると思ってなくて、はい、だからまさかね受かっちゃったっていう感じですね。そうですね。オーディションに行ったじゃないですか、うん、井原くんと米尾さんには会ったことあるんですか。あ、あります、あります。あのオーディションじゃなくて本戦ででしょ、はい、あの第4回。ああ、はい、そう、井原くんとは喋ったことはないけど、米尾くんは控え室が同じで、はい、そう、それでちょろちょろっと喋って、で米尾くんのインスタライブもちょっと出させてもらって、はい、そんな感じかな。いや、俺井原くん会ったことあるんですよ、普通に、うんうんうん、あの四ツ谷スタジオあったじゃないですか。あった、ね、あった、ね、四ツ谷スタジオの前に、うん、まあ、8時半あ集合、うん、集合して、でこう道路沿いに40人ぐらい集まって、うんうんうん、でそこで俺の隣にいたんですよ、井原くんが。井原くんが、あ、誤解しないで、あの井原くんも笑ってるわけじゃなくて、うん、あの、ちょっと、うんうん、うん、面白いね、うん、井原くんが俺の隣にいたんですよ、うんうんうん、あのめっちゃ身長、俺より身長でかいんですよ、確かに、うんうん、で、ガム、ね、高いんだ、ガムめっちゃくちゃ、うんうんうん、こんな感じでガムめっちゃくちゃして、で俺をこう、なんか俺のことをこう下から舐め回すように、うん、ほんと、ほんとっすよ、マジで下からあの舐め回すように俺のことを睨みつけてきたんですよ、うん、うわ、すげえと思って、うん、こやべえやついんなって思ったんですよ、うん、やべえやついんなって、うん、で、ほんとそいつのインパクトがすごかった、うんうん、で、あとその奥にあの新潟の喧嘩自慢の増田拓磨さんとかいて、はい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 、うわ怖えなーみたいな思ってたんですけど、うん、で、まあ、その井原くんがこいつやべえなと思ったんですけど、でことがブレイキングダウン、はいはいはい、ことが終わって、ああの時のみたいな、うんうんうん、あの時のあいつだってなって、いや結構鳥肌立ったんですよ、うんうんうん、あいつ井原だったんだと分からないよね、はい、あの本当にまさかそんな風になると思わないもんね、誰も思わないですね、うん、本当に分かる分かる、それはめっちゃ分かる。だから米屋さんとかはもう会ったことなくて、うんうんうん、見かけてもなかったんで、ローカルすれ違ったとかもなかった、うんうんうん、ただヘズマリュウにはあったんですよ。だから同じ控え室、そうそう、そうそう、一緒一緒一緒ですよね、うん、こんなあのドルチェ&ガッパーナのめちゃめちゃいかつい赤色のパーカー着てたニッキン君の2倍ぐらいあったっすね。いや、もっとめちゃめちゃでかかった。いや、ほんとこんなにめっちゃでかい、めちゃめちゃでかい、マジで、マジマジでかいんだよ。で、うん、控室、後ろの方にでっけえと思って、そう、俺のね、横のダーって奥の方に折って、でかいな、こいつ。でも、控室じゃおとなしいんだ、まあ、控室、だからカメラ回るとヤバくなる、うん、ああ、そういうことね。で、金髪だったからマジで分かんなくて最初分かんなかったいや、マジで分かんなくて、あ、ほんと、分かんなかったです、それさ、ただ待ちが長かったじゃん、8時半だよ、で、始まったら8時間後とかだよ。え、8時か、2時半か、2時とかですよね、2時半とかですよね。もうだって、うん、俺に関してはめちゃめちゃ緊張して、だって年収10億の朝倉未来さんに会うってなって俺めちゃめちゃ緊張したんですよ、うん、でしかも俺埼玉にいたんで、その時あの知り合いのところに、うん、あのホテルとかじゃなくて、うんうんうん、泊まってたんで、うん、だから7時、1時間前にあのスタジオに着いたんですよ、うんうん、だから俺合計6時間半ぐらいスタジオ前で待ってて、いつまで待たせんの？で聞いたら、いや、あのスタッフに聞いたら、いや遠方の方もいるんで、あのこれぐらいちょっと時間
余裕持っとかないとみたいなこと言う、いや俺遠方なんだけど一番遠方だよね、俺遠方なんだけどなんで一番遠方の俺が7時半に、あ8時半か、うんうん、8時半に集合させられるのみたいな、そのオーディションで、うん、その暴れなかった理由っていうのはちょっと聞きたいんですけど、で俺はその、うん、オーディションで本当にもう会場ぶっ壊してやろうかなって思ってて、うん、もう会場ごとぶっ壊して、うん、なんかなんならそのウリタ、うんうんうん、ウリタさんとかにも喧嘩売って、うん、なんか米尾さんみたいな感じでやろうかなって思ったんですけど、俺はなんかその行きがってない理由って、はい、結構あってで、ニケ君真ん中座ってて、うん、で両サイドに人いて、うん、で俺はてめえらなんかより覚悟もあるし、うん、おめえらと違えんだ、他のやつらとも違えんだっていうようなそのアピールをして、で俺は要は喧嘩を売ったつもりだったんですよ、うんうん、私は誰も喧嘩乗ってこないし、でそれこそなんか逆に喧嘩売ってくるわけでもなく、うんうん、でその1000万のメンバーとかウリタさんとかも、うん、その全然喧嘩売ってこなかったんで、うんうん、で挙句の果てにあのカットされてるんですけど、ミクロさんとかにも面白みにかける、面白このグループは面白みにかけますねって言われて、みんな焦ってて、そんな鈴木くんがさ1対10の話とかさ、はい、なんかこいつらにはって言ったじゃん、であの時あの聞いとった側の俺としては正直に言うよ、なんかアホがなんか言ってやがるなって、うん、ああいいですね、そう、もう勝手に言っときゃいいじゃんと思って、はい、全然なんなら直接打ってきてほしかったなって思いながら、要は他人任せなわけよ、あーそう乱闘が起きてくれればいいやみたいな、そう突っかかり待ち、はい、そこにおるやつとか、はい、どうせ弱えだろみたいな、あ要はもう他力本願でおって、うん、だから言ったの、あのオーディションで、はい、別に俺負ける気ないんで誰でもいいっすって、はい、ああ言ってたんです、はい、それも良くなかったね、はい、もっとこいつら全員雑魚だろみたいな、ここで向いて言った方がピクッて来たやつが多分来たと思う、鈴木君が来るとかさ、だから俺だからその、うん、めっちゃ緊張してて、だから俺の話でバーって話してて、うんうんうん、でなんか前の人らの俺後ろだったじゃないですか、うんうんうん、で前の人らのその話が全く聞こえなかったんですよ、うんうんうん、で俺なんなら、うん、あのこのままじゃやばいと思って、うん、そのニッケン君さんの隣にいたやつ、うん、もう肩組んで、うん、あおめえらみたいな、ああのやろうと思った、おめえらって何も話すことねえんだったら、うん、おめえら後ろ行けよ、うん、で喧嘩売ろうとしたんです、ああ来てほしかった、こうこう、うん、なんか襟首掴んで、うん、こうやろうかなって思ったんですけど、うん、これすんなシーンで、こう俺も焦ったの、俺も緊張してた、はい、あの時、はい、どうしよう、ただでさえ緊張するのに、はい、面白みに欠けるねっていうプレッシャー与えられて、めっちゃなったっすよね、え面白み、本当にプレッシャーどうしたらいいの、喧嘩売ればいいのこれって、はい、喧嘩売るっつってもさ、やらせになるじゃないですか今からやったら、そう やらせにもなるし、はい、あとお前なんてどうせ弱えだろってこうやってなんか名指しにすんのもさなんかつまらんだろうなと思って、えどうしようと思ったら、なんかその鈴木くんの1対10の話が流れてから、じゃあ誰かやりたい人いますかって来た時に、あ来たチャンスと思って、はい、今言ったよねって思ってすぐ手挙げたじゃん、あであれ2回手挙げたじゃん、1回目、はい、あみんなやりたいんですねってさーって流されて、やっぱりもう一回やりたい人いますよみたいな、なったんすか、でその時のもうそこ上げてアピールするためにジャンパー脱ぎながらこうやって、俺もう俺でっつって、あそれで一番早かった、そうみたいな、あったーって、でもうパッてこうやって見て、あ勝ったって思った、でその時の俺の顔がえ一番でかい人みたいな、第5回は出るんですか、あ第5回は、はい、もうあのエントリーしますね、次はちゃんと喋れるように、ニッケン君は、うん、その元ヤンなんですか、ああ俺が、はい、いや自分で俺ヤンキーですっていうあれはないけど、はい、4往復です、あでも、はい、また来た、はい、なので、でもね去ってからにする、はい、去ってからにする、ああいやいいっすよいいっすよいいっすよ、またまた、あでも周りにはヤンキーとか言われたりしたよ、ただ喧嘩強かっただけだと、はい、まあ、みくるさんみたいなその一匹狼みたいな、なんか一緒にするなって言われそうだけど、でもあの人は暴走族入ってたし、
そうそう。俺入ってないもん。そういうのが嫌いだったんですか。いや、入りたかったよ。入りたかったけど。入りたかったんですか。いや、もともと小学校の時に暴走族に憧れあって。俺も小学校の時。うん。あの周りが周りだった。周りの環境がみんなそういうブンブンだった。はいはい。小学校の時に。はい。そうで、周りがみんなやっぱこっち系が多くて憧れて、うん、で。まあ、中学入って要はその暴走族入るのに集金を絶対払わなきゃいけなかった。はい。その集金に払う2000円3000円がなかった俺は。ああ。なんかもったいないと思っちゃった。もったいないって。ああそういうこと。そう、はい、払いたくなかった。だからじゃあ入らないって。だからそれがただなら入るよって。はい。あいやそれはちょっとって言われちゃって入らなくて。朝倉未来さんと、はい、まあ、過去未来さんが有名になる前に一回会ってる。まあ、会ったことは何回かあるけど、はい、なんか喋ったことあるのは彼がなのでアウトサイダーのチャンピオンになる前、はい、だってあと次倒せば吉永とやれるみたいなことを言っとった時に、はい、会ったことがあって駅前でね、はい、豊橋駅、はい、でちょっと喋って、はい、それガチなんですか。あ、それガチ。結構ガチな。向こうは覚えてないかもしれんし、はい、これ見とる人も嘘だろって思うかもしれないけど、はい、まあ俺はそれは本当だから、はい、まあ、証拠出せって言われてもないけど、はい、たくまがいて、で、あ、先輩もうすぐミクル来ますよみたいに言われて、あ、ちょっと空いてっつって、でちょっとアウトサイダーの話聞いて、でまあ拾った俺が、もうだから怠慢する寸前だったってことですよね。そう、俺はもともとどんなやつだって、うん、呼んでこいよみたいな、うん、そうだけど朝倉呼んでこいよみたいな、そうだけどみんなやめた方がやめた方がいい、はい、先輩でも絶対勝てんみたいな言われて、でいざ会ったら、あ、強えわこいつと思って、いや本当にだからミクロさんって本当に豊橋では名が通ってた、うん、俺の周りもみんな知ってたし、なんならこっちのね反社の人もね、はい、知ってるぐらいだから、あ、強いよ。俺が偉そうに言えんけどすげえな。そしたらあんなにね、あんなとこまで行っちゃって、もう簡単に会える人じゃなくなっちゃったから、はい、すごいな。だからすげえ尊敬してるよ。だって言ってしまえばさ、腕っぷし一本で行ったわけじゃん、はい、喧嘩から格闘技行って、はい、そしたらなんか東京出て、はい、あ、じゃあアウトサイダーの東京進出でロード FC か、はい、あの韓国の、はい、あっちで、ライジンですごいよ、ね、で今 YouTuber でいろんなやんって、そのオーディションの時にその、うん、え、豊橋っすかみたいな、あ、言われたね、言われたっす、うん、だからそれはなんかもったいないなっていうか、そのあの時に豊橋っすかって言ったっていうことは多分本当に覚えてないっていうか、覚えてないんじゃない、覚えてないんす、そんな印象残るようなことしてないし、俺はだってあの人ほど別に喧嘩そんな毎日してたわけじゃないし、はい、じゃあ、うん、最後次のブレイキングダウンについてですか、意気込み、意気込み、意気込みをして、うん、じゃあ終わりますか、はい、鈴木くんから始まったワンパンマン、はい、で山田くんで連勝とワンパンっていうのが続いてるから、はい、まあ次も第5回、はい、もちゃんとまだエントリーして受かってワンパンと連勝を、はい、そのまま更新したいんで、はい、頑張りますしかない何も面白いこと言えんね俺は勝った方がいいっす。いや、もう勝ちます、勝ちます、まあ負ける気はないですね、はい、まあ、今回その池くんが、うん、その仙台の方に、はいはい、来ていただいたっていうか、うん、ので、まあ、次は俺らが、うん、あの東京東京に行きますので、あ、待ってます待ってます、はい、ぜひぜひ、まあ、その時はちょっといろいろ、さっきも言ったんですけど、いろんなあ、やりたいですよ、内容があるんで、あ、もうぜひぜひ、はい、まあちょっと怖いのが苦手みたいなんですけどいやいや、そんなことない、怖いの苦手なんですよ、この人いやいや、行かせますよ行かせます、いやいや、行かせますよ、苦手、苦手ない、興味ない、興味ない、いや、絶対、いやいや、行かせますよ、心霊スポットに連れて行きたいな、いやいやいやだからみんななんかその対談とか、うん、そのスパーリングとかで、だから、まあ、分かるよ、言いたいこと分かる、分かるとかばっかで、うんうんうん、変化球っていうか、うん、みんな同じだったらつまんないかな、うん、いや別に新スポじゃなくてもよくない、まあまあ、ニケン君の、はい、チャンネルの URL はあの概要欄に貼っとくんで、ぜひまた見に来てください、チャンネル登録してあげてください、お願いします、よろしくお願いします、ということで、今回の動画はこんな感じで
はい、いいですか。ありがとうございました。はい、じゃあありがとうございました。また、よろしくお願いします。